デビッド・クック・アット・ムーディー・ガーデンズ・イン・アルバステン・ TX ・アズパート・オブ・ザ・デクラレーション・ツアー・クック・パフォーミング・デューリング・ザ・アメリカン・アイドルズ・ライブ・ツアー2008デビッド・ローランド・クックはアメリカ合衆国のロック歌手。2008年5月21日、FOX 放送で放映されていたアイドルオーディション番組アメリカン・アイドルのシーズン7で優勝した。このシーズンは 才能ある、個性的な出場者が揃ったことで話題になったが、その中でも結出した、アレンジ、ボーカル、パフォーマンスを披露し、シーズンを通して一度も、下位3位になることなくアイドルの座についた。アイドル以前は、オクラホマ州のダルサで、バーテンダーとして働きながら、音楽活動を行っていた。デビッド・クックは、テキサス州ヒューストンで生まれ、 ミズーリ州ブルースプリングスで育った。両親はベストスタン、スタンクック。三人兄弟の真ん中で12歳上の兄のアダムは長年闘病生活を送っている。弟のアンドリューの付き添いでアメリカンアイドルのオーディションを受けることになった。小学2年の時、当時の音楽教師に勧められて学芸祭でソロパートを歌ったのが初舞台。中学。 高校時代はミュージカルに取り組んでいた。また、高校時代には野球部のピッチャーとしても活躍した。水売大学ではグラフィックを専攻。卒業後、ミュージシャンとしての道を歩むべく、オクラホマ州タルサへ拠点を移す。1999年から2006年、バンド、アキシャムのリードボーカル兼ギタリストとして活動。2004年には、 カンザスシティのベストバンドに選ばれている。2006年にアキシャムを解散して、オクラホマ州タルサに移ってからは、ミッドウエストキングスで、バックボーカルとギターを担当した。2006年、タルサのクラブ、ブランクスレートやリハブラウンジで、バーテンダーとして働きながら、ソロインディペンデンスアルバム、アナログハートを制作。アートワークも、自ら手がけた。 アメリカンアイドル出場が決まって発売を停止していたが第三者によってアマゾンに登録されたアルバムは2008年4月18日から20日までトップ 3MP3 アルバムに選ばれその後すぐに発売停止となった地方オーディションはネブラスカ州オマハで参加しボンジョビのリビング・オン・ア・プレイヤーを披露デビッドはもともとオーディションには 弟のアンドリューの付き添いで言っただけ。番組のプロデューサーからオーディションへの意気込みをインタビューされ、参加を否定したが、結局は受けることになり、ハリウッドへの切符を手にする。ハリウッド本線では、その年から解禁になったギターを演奏しながら、ブライアン・アダムスの I Do It For You と、エドウィン・マッケインの I'll b e を披露。審査員のポーラとランディには気に入られたが、 辛口審査員サイモンはこの時点では彼を評価していない。2008年5月25日付のビルボードチャートホット100に11曲同時チャートインを果たした。デビュー曲ザ・タイム・オブ・マイ・ライフは最高位3位を記録。同じ週のホットデジタル・ソングズチャートでは17曲同時エントリーを果たし、週間ダウンロード総数は94万4千に上った。その後も、 ウォルマート株主会でのライブ、NBA ファイナルでの国家聖唱など、アメリカンアイドルに課せられたパフォーマンスをこなしながら、各テレビ局のインタビュー、取材でそのポテンシャルの高さをアピールしている。6月現在、7月1日からのアメリカンアイドルツアーのリハーサルの合間を縫って、デビューアルバムの制作中。2008年11月にデビューアルバム W、デビッド・クックが発売された。 ありがとうございます。